体重片足乗せ体操のやり方をご紹介。まず足を閉じた状態で手を前に組みます。続いて片足を斜め前に大きく伸ばし、膝を90度にゆっくり曲げていきます。蹴るように力を入れて元の姿勢に戻ってから反対側へ同じ動作を行います。左右10回で1セット、1日3セットを行いましょう。